クラス91電車は、マレーシアのマレーシア鉄道公社が、KTM エレクトリックトレインサービス向けに運行する交流型電車である。2008年より製造が開始され、2009年に運行を開始した。運転台マレー鉄道の都市間高速鉄道、KTM エレクトリックトレインサービスの開業に、合わせて6両編成5本が製造された。現在は4編成が在籍している。 本車両は、マレー鉄道の電車では、初となるトイレやビュッフェといった設備が設けられた。現在は、主に一方、キロリットルセントラル間で使用されている。2010年から2012年までは、後編成のうちに編成を、通勤電車として使用し、トイレやカフェなどの設備を閉鎖した上で運行されていた。本車両は現代ロテムのアイクアシリーズに属する。 片側にドアのステンレス構成車体で黄色と青が塗られている。車内は白色と灰色を基調とし、車内上部には荷物棚が設けられている。座席は二人掛けのオールクロスシートである。ドアはプラグ式で開閉前にブザーが鳴る。その他、速度表示用の画面や広告用の画面が設置されている。車内制御装置は三菱電機製のイベット VVVF。V v v 主電動機は同じく三菱電機製のカゴ形参照、誘導電動機を搭載している。マレー鉄道は当初クラス91電車を20編成増備する予定があるとしていたが、2013年以降にクラス93電車が増備用として導入された。2016年5月7日、ETS104 列車がケム322列車と衝突する事故が発生し、 この事故で3人が負傷を負った。列車は大きく破損したため、運用離脱となった。今、レスター、マレーシアツーゲットエレクトリックトレーン設売バイマーチ。ティースター、シャリダン m り、KTMB プランズツインベスト RM1 ビル、イン20モアエレクトリックコーチズ。ティストロンライン、ティースター、シャリダン m り、KTMB プランズツインベスト RM1 ビル。 イン・ニジューモア・エレクトリック・コーチズ、ティースト・ロン・ライン、ティースター。ありがとうございます。